ゆっくりしていってね。あっという間に締め切りの5月10日を迎えちゃったにょん。ああ、今回もたくさんの応募ありがとうございましただぜ。紹介までに時間がかかるかもしれないけど、ゆっくりお待ちくださいだにょん。順次5作品ずつ紹介していくんだぜ。5作品ずつが、ウプ主の継続可能な限界なんだにょん。申し訳ないぜ。じゃあ、今回も皆さんの作品を見せてほしいにょん。ああ、それじゃやっていこうか。お待たせしましたにょん。ではでは、今回最初の作品、おっと、また手違いがあったようだぜ。何者だにょん。実況解説用ポルタノバだったんだが、選手として扱われて、手に持ったマイクが引っかかったんだぜ。なんで選手募集の方に行っちゃったんだにょん。それじゃ、気を取り直して今回最初の作品こちらだぜ。ぐっと右腕を振りかぶったポーズがかっこいいにょん。抜き手を得意とする独特なスタイルで戦う、シャイニングポルタノバ、という機体だぜ。そんなことして自分の手は大丈夫かにょん。関節や走行の隙間を的確に狙って放たれるそうだぜ。では、次の作品こちらだぜ。キック差し出された手が気になるにょん。アルト・スパーリングパートナー、という機体で、シンプルながら最新の走行をまとい、レスリングスタイルで戦う、D クラス最初の壁とも言われるそうだぜ。すごく渋好みなファンがつきそうなんだにょん。それじゃ、次の作品こちらだぜ。メタリックレッドにゴールド、と派手な走行だにょん。地球のアニメに感銘を受けたバイロン人が、同じ感性を持つ仲間たちと作り上げたロマン機体、アルターノバ、だぜ。スーパーロボット感がすごいんだにょん。必殺パンチはすごく燃費が悪いそうだぜ。ではでは、次の作品こちらだぜ。黄色のボディに赤いナックルガードがよく映えるんだにょん。リングネーム、ゴールド・ベアーという選手で、パイロットは格闘戦を得意とする傭兵なんだそうだぜ。ゴールドっていうより、どう見ても黄色のボディというのは、定番のツッコミみたいだぜ。それでは、今回最後の作品こちらだぜ。全身、スラスターだらけだにょん。走行もモリモリなんだぜ。ごっついにょん。アルト強襲型、ハヤテという機体で、高速接近戦に特化させたものだそうだぜ。これが高速で戦ったらすごい迫力だにょん。自分のナックルガードでは耐えられなかったそうだぜ。そんなわけで、今回は以上になるぜ。シンプルでもパワーを感じるものから、問答無用の迫力の超改造機、今回の参加作品もすごかったにょん。捨て身で受けを狙ってくるものもな。まだまだ、残りの応募作品紹介は続くから、皆さんも楽しみに待っていてくださいにょん。それじゃ今回は、この辺で、また、会おうぜ。あ、チャンネル登録よろしくだぜ。